本日は、緑コラーダという、あれですね、先日作った、ブルコラーダ。はい。ブルコラーダと、まあ、同じ、マリブピニャコラーダのバリエーションですね。で、本日はその、メロンリキュールが入ります。はい。で、この緑、メロンリキュール自体が緑という、商品名なので、はい。緑コラーダという、カクテルネーミングになっています。はい。で、トロピカルカクテルという感じなので、まあ、見た目も楽しんでって感じですね。夏にぴったりなカクテルになっています。はい。で、材料は4種類入ります。はい。ベースとなるリキュール。これマリブというココナッツリキュールですね。ココナッツリキュールと、次が、メロンリキュール。この緑という。緑という、まあ、ネーミングなんですけど、このメロンリキュールのネーミングが緑という。そして、パイナップルジュースと、牛乳ですね。ミルクが入ると。4種類入ります。で、まあ、アルコール度数的にも、まあ、パーセンテージですか。アルコールのパーセンテージ的にも、まあ、弱めなので、とても飲みやすくて、味わいもとても美味しいです。はい。その、まあ、ココナッツミルクとか、まあ、苦手な方がいらっしゃると思いますが、これがココナッツミルクしかり。まあ、牛乳がミルクがダメだっていう方ももちろんいらっしゃいますし、パインジュースがどうしてもダメだと。このメロンリキュール、メロン自体がダメだとか、いう方もいらっしゃると思いますが、そういう苦手なものがないのであればとても、まあ、美味しく。で、アルコールのパーセンテージも高くなくて、とても飲みやすいカクテルだと思います。はい。で、まず、グラスを氷で冷やしたいと思います。シェイクします。はい。シェイクするので、とりあえず冷やして、グラスを冷やしつつ、シェイカーに材料を入れてる間、グラスを氷で冷やしておくという感じです。で、氷を入れたグラスをステアして、ある程度もう回してですね。回して、グラスを冷やしておきます。で、まあ、ある程度ですね、こう冷えたと思ったらそのまま放置しておきます。で、ある程度容量使うので、ちょっと大きめのシェイカーを使います。で、材料をシェイカーに入れていきます。で、ココナッツリキュールが 45ml。こちら、バリエーションになってるんで、ブルーコラダが作った時と同じ分量ですね。その、ブルーコラダの時は、ブルーキュラスを使ったんですが、今回はメロンリキュールを使うので、メロンリキュールは、10ml。同じですね。ブルーコラダの時はブルーキュラソーが10ml。で、その他、牛乳と、パインジュースですね。は 45ml ずつと。同じ分量になっています。で、ミルク、牛乳ですね。牛乳が 45ml。そしてパインジュース。こちらも45ミリ。で、以上で、シェイカーに全ての材料が入りましたので、この冷やしていたグラスを冷やしていた氷をシェイカーに入れます。で、このグラスを冷やしていた氷が溶けてしまった水分は捨てておきます。そしてここでクラッシュアイスを敷き詰めます。で、ここでですね、あまり時間かけてクラッシュアイスを入れてしまうと、シェイカーの氷が溶けてしまうので、水っぽくなってしまうので、なるべく早くですね。こういう、どこにでもあるスプーンで、私はグラスに敷き詰めてますけど、とりあえずこんな感じですね。で、シェイクにします。砕けてしまいましたね、氷が。泡立ってはいるので、とてもいい感じですね。で、ここでですね、ここで飾ります。まあ、トロピカルカクテルなので飾りなくても別にいいんですが、一応、飾りがあった方がまあいいのかなと。こちらで完成ですね。緑コラーダでした。まあ、とても飲みやすくて美味しいカクテルになってます。はい。まあ、トロピカルカクテルなので夏場にはぴったりだと思いますね。まあ、冬場だから飲まないということはないと思うんですけど、冬場はまあやっぱり寒いので。寒い季節に、飲んでも構わないんですけどね。ただ、夏場にはぴったりだとは思いますね。やっぱりこういうトロピカルカクテル。クラッシュアイスを敷き詰めて、まあ飾りも、まあ自分は簡単にチェリーとパインですけど、まあいろんな飾りを試してみてもよろしいかと思います。はい。ご自宅で作る場合とかは、めんどくさいとか、いうのでしたら別に飾りとかはいらないと思いますけど、はい。まあ、そうですね。はい。お店とかでも全然多分、材料さえあれば、この緑コラーが対応してくれるバーテンダーさんはいらっしゃると思うので、はい、とても美味しいカクテルですので、おすすめではあります。はい、苦手な材料さえなければ、とても楽しみですね。はい、本日の、緑コラーダ、動画の最後にカクテルレシピを載せますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。